ということで、オプチュニティゾーンというのが、田舎だけじゃないということがお分かりだと思います。で、私、シリコンバレーに住んでおりまして、シリコンバレーってどこにあるかご存知ですか？です。一応カリフォルニアにあるんですが、まず、すみません、私、自分の紹介をするのをちょっと飛ばしてしまったんですが、一応、東京生まれで、在米40年、カリフォルニアの大学を卒業してからずっとアメリカにおりまして、モゲージブローカーを20年くらいやっております。で、あと不動産売買の方も、最近なんですが、やり始めまして、日米のその取引というか、日本の、投資家さんたちですね、メインに、のお手伝いをさせていただいてます。で、今は商業用物件を結構メインにやっております。アパート系とかですね、コーポレートハウジング、などなどをやっております。で、サンフランシスコベイエリアですね。一応ノースベイ、イーストベイ、サウスベイとありまして、で、サンフランシスコ湾をぐるっと囲んでおります。で、シリコンバレーっていうのはそのサウスベイを指しておりまして、ハイテク業からシリコンっていうのはハイテク業から、呼び名が付けられまして、バレーというのは盆地という意味ですね。はい、シリコンバレー。それで、13ぐらいの都市がを全部ひっくるめてシリコンバレーと呼んでます。で、イメージ写真なんですが、これがシリコンバレーです。皆さん結構はシリコンバレーって大都会なのかなって思いがちなんですが、実はすごい田舎で ご存知かと思いますが、すごく自然の豊かな街です。で、スタンフォード大学があり、グーグル、アップル、フェイスブックなどなどの本社があります。で、このように多数の、そのハイテク業のヘッドクォーターがあります。で、最近なんですが、アップルのスペースシップって言われてて、アップルパークという第2キャンパスが出来上がりました。ここではもうすごく素晴らしく綺麗なビルでですね、一度いらしていただきたいなと思いますが、もう本当にね、美しいんですね。このスティーブ・ジョブが手がけたもう最後の傑作と言われておりますが、ここに昔コンクリートでも建てられた HP のキャンパスがあったんですけども、それを全部壊してですね、7000以上の木を植え替えたというか、植えたという。で、そこで自然の中でこのように100%エコで、オペレートしているビルです。はい、ここに雇用が2万4000人くらいの雇用が増えてるって増えつつあります。これができてからですね。で、これもですね、消えますかね。あれ？これもいかないですね。なぜでしょう。ビデオなんですけど、いけない。プラグインをする必要がありますって書いてありますね。クリックインストール。いいでしょう。一応エリアの、一回、グーグルして見てみてください。すごく綺麗な。で、シリコンバレーのプロフィールがこれです。結構広いところにありまして、人口、309万人、全米で7.8%って結構大きいですよね。で、外国人生まれがすごく多いです。もう40%近くの人口が外国生まれ、で、白人、アジア人、ラテン系、このような割合になってまして、結構高学歴です。60%が大卒、です。で、海外からの移民の人口がすごく増えてまして、
メキシコやベトナムからは、まあ、特になんですが、最近はインド人の人口がとっても増えております。で、平均、年収が、13万、13万 ドルということは、円で1400万円ぐらいですか、1100万円ぐらい。はい。ということで、まあ、結構すごい高いなって思いがちなんですが、実はシリコンバレーに住んでるとですね、もうなんかこう、リビングエクスペンスが、水準がすごい高いので、これだけあってもなんか結構つらいですね、これだけ、これだと、このレベルだと。まあ、ざらに2000万、2500万円、円で言うと、稼いでる人っていうのがもう結構いて、それでようやくなんかゆとりを持って生活ができるかなっていうところでございます。っていうのは本当にどこにこんなにお金が出てくんだろうというくらい出ていって、食事代でもですね、この間結構友人とかで飲みに行ったりするじゃないですか。で、3名で、まあ、結構ぐるぐる、今日は私ねということで、こう、支払いは1人がすることになってて、で、私の番で3人で、ワインのボトル1本、2本開けたかな。で、食事って言ってもスナックだけして3時間で390ドル取られました。390ドルはベースで、で、それプラスチップを払わなければいけないので、もう本当420、30ドル、もっとか、一晩で、なんでこんなに払うんだろうって、もう本当に高いです。で、シリコンバレーの魅力、まあ、高いのは玉ねぎ傷なんですが、地中海的な気候で300日ぐらい晴れてます。はい。で、治安はすごく良くて、で、まあ、ご存知の通り IT 業のメッカであるということと、学校のですね、レベルがすごく高い、トップクラスの学校が密集しております。で、人口もですね、もうどんどん増えていまして、人種別で見ていただいてもアジア系がものすごく増えてます。で、外国人生まれがこのように多いということですね。サンフランシスコよりもカリフォルニアよりものアベレージよりも、まあ、米国は7%になってますが、13.7% ですね。こんなに多いですよということと、雇用がすごい安定してます。で、失業率もすごく低く2.3%です。これは2018年の、11月現在です。で、1世帯当たりの、中間年収推移ですね、まあ、こんな感じで、ちょっとこれ、リーマンショック前のピークが86万5千よりも今は、1億1750万ということで、それよりもさらに値段が上がってるってことは分かると思います。で、住宅流通の、件数なんですけれども、ね、かなり今インベトリーがなく、売り上げが少ないのが分かります。で、建設許可、これ見ていただくと分かるんですが、戸建てが極端に少ないです。で、複合住宅が、まあ、少し増えてるんですけれども、人口がすごく増えてるので、それに対応する必要なその住宅数っていうのがもう圧倒的に少ない、足りないっていうのが分かると思います。で、あと安定した賃料が取れます。まあ、サンフランシスコの方が高いんですけれども、まあ、シリコンバレーもかなり高い、賃料が取れるっていうのが分かります。
これがアパート、こっちが、一軒家ですね、戸建て、こちらがアパート系です。で、商業用の、物件のレント賃料となってますが、これパースクエアフットで4ドル33が、こちらの方がオフィス、インダストリーの赤い一番下が1.21年、トリプルネットって日本にあるんですかね。トリプルネットの借り方っていうのは、テナントさんが全部エクスペンスを払うっていう、そういうの日本にもありますよね。全部払う。で、大家さんはネットで、ハブリースですかね。それだけじゃなくて、固定資産税も保険もすべてってことです。すべて払って、大家さんはまあインカムだけをもらうと。そういうか、なんですかね、買い方というかいうのがあります。一応ちょっと、メジャーな IT 会社が占めているオフィススペースっていうのがスクエアフィートでこう表されてますが、これ面白いんですけど、これ本当にあったことで、すごく高いので、借りるのも、ある人がですね、自分の家のその庭先をテント張って貸し出したら飛ぶように借りる人がいたという 899ドルで、1日1回シャワー付きというので、結構人気だったということがあります。これ本当の実際の、ちょっとあれですけど、実際の、物件なんですが、サラトガという市に木造建築、1955年に建てられた 4LDK 2.5パスの、200平米ちょっとの物件、売り出し価格が1.892ミリオンで、1億9000万ぐらいですか、日本円で。で、実際に売れた金額がですね、ちょっと見えないんですが、2.32ミリオン、日本円では2.5億円ぐらいですかね、で売れたという、これ実際にあった物件です。で、現在はもっと高くなってまして、2.6、2.7ぐらいになってるんじゃないかなと思います。で、これサンノゼという町の、木造建築の、アパート、ワンベッドのワンバスですね。これも、48万7000ドルぐらいで売りに出して、51万2000で売れましたという例ですね。これはパラルトにある、日本の加速度焼却を狙って買った、ものです。日本の方ですね。で、コンドミニアムなんですが、1992年に建てられた 3LDK の、186平米ぐらいの、コンドミニアムです。これは現在、そうですね、当初は1.8ミリオンで買ったんですが、今は多分2.2ミリオンぐらい、2.18ミリオンぐらいなので、すでに上がってるということですね。で、こういう面白いビジネスも盛んに行われてます。古い物件を買って、それを、壊して、新たに建て直し、それ以上の倍ぐらいの値段で売るという、これ実際にあちらこちらでやってる方がいます。これこそキャピタルゲイン、早く手に入れられるキャピタルゲインのやり方です。
本当に戸建てがないので、新しい戸建てだと本当ないんですよ。だからこれで資金がある人は、まあ、キャッシュでやるとか、まあ、グループでやる、もう会社にしてしまってビジネスとしてやってる人たちが何人かいるんですけども、まあ、そういう人たちがどんどんこういうことをして、まあ、そのキャピタルゲインをそうですね、オポチュニティゾーンに持っていくんでしょうね。そのでこれは、今日プールしたデータなんですが、左の方がですね、今販売価格 2.55 ミリオンで売れてるんですけれども、下の方にヒストリーが分かります。2012年に 850K だから、8500万ぐらいで、売りに出して、売りに出されましたと。でそれを、今年に入って、2.395 ミリオンで売れてる、2億だ、売れたのが 2億5000万ですかね、円で言ったら、はい、だからこれはフリップで成功した例ですね。でこれどこにあるかと言いますと、先ほどの Facebook が来て、ここら辺ちょっと怖いから誰も行かなかったんですよってお見せしたとこありましたよね、ちょうどそこです。で右側も同じメンローパークで、今、5.388 ミリオンで売りに出してまして、右の下の方の写真が、建て替える前の写真です。でこのヒストリーも見てましても、2012年の9月に 1.28 ミリオン、1億2、3000万で、買いましたと。でその後、2015年にまた売りに出されて 1.6 ミリオンで売却されましたと。でその人が今新しく立て直して5ミリオンで売ってるということです。でこういうのって本当に盛んに行われてますので、ご興味のある方はやっぱり一人でやろうと思ってちょっと大変だと思うんですね。こういうのってあまりファイナンスがつきにくいので、それこそ日本でね、資金調達をして安い金利でそれで持ってって、これをしたらすごくすぐにそのオポチュニティゾーンで使えるキャピタルゲインが出てですね、はい、でそれを10年保留したら10年後は本当にタックスフリーで持って帰りますよっていう話でしょうかね、はい、ちょっとこれ面白いかなと思って出してみました。でまだお時間は大丈夫ですね、はい、それでですね、あとシリコンバレーといえば一番大きな市にサンノゼっていう市があります。サンノゼはですね、1777年にカリフォルニア州で一番最初の、町となった、市です。で面積がすごく広くてですね、で昔からもう結構デベロップしてしまってたので、シリコンバレーができた時にはここのもうできている町には手を出さずに畑とかですね、農地、オーチャードを潰して、まあ、アップルのキャンパスができ、グーグルのキャンパスができ、それがクパチーノっていうところとか、マウンテンビューというところに出来上がりましたので、今そのサンノゼに住みながらそういう他の市に働きに行くっていう変な夜の人口の方が昼間よりも多いという変な都市になっております。そこで、2040年計画っていうのを作りまして、再開発をしましょうということで、市は一生懸命いろんな取り組みをしております。で一応建設許可が出ている件数というのが年々増えておりまして、で複合住宅もどんどん増えていくでしょうということで、現在120以上の会社がじゃあサンノゼに移ってきましょうということになっております。
で、まあ、再開発計画のエリアがこういろいろ、いろいろとあるんですけれども、まあ、先ほどの夜の人口が昼間の人口よりも多い都市ということで、まあ、いろいろと変えていこうと。で、これも2015年の10月にですね、西海岸で初めて特許許可局 というのができました。これも大きなことで、西海岸には全くそういうところがなく、許可を取らなければ、取るときはミラノ、ワシントン DC に行かなければいけなかったんですが、西海岸でサンノゼが選ばれたっていうのはちょっと大きな意味があるということです。で、今はですね、本当にパブリックトランスポテーションっていうのがすごく乏しく、車がないと生きていけないようなところなんですが、2040年までにはパブリックトランスポテーションっていうのも充実させていこうというプランがあります。ですね。まあ、一応電車も通ってるんですが、まあ、そこの本数を増やしたりですね、きれいにしたりっていう、そういう取り組みがあって、スポーツ観戦も盛んです。サンフランシスコ 49ers って言われてるんですが、実はシリコンバレーのサンタクララにあります。で、サップセンターは、シャークスという、アイスホッケーのチームを持ってまして、あと、アースクイックっていうサンノゼではサッカーも盛んです。で、最近グーグルが手を挙げて、じゃあその再開発に乗りますということで、再開発をしながら、大きなキャンパスをグーグルがサンノゼに作るということが決まりました。